とも子さんがまだ小学校3年生か4年生の頃に、部屋にポツンとカラフルなブロックが落ちていることがあった。黄色い直方体にポッチが6つ、赤い立方体にポッチが4つ。保育園に通っていた頃には見慣れたブロックだが、家にブロックのセットはないはずだ。友達が持ってくるということもないだろう。何より前日に親が掃除機をかけてきれいになった部屋の畳の真ん中に一つ転がっていたりするのだ。一つ、二つ、四つ、八つ。拾い続けて半年も経つとマグカップ一杯分ほどの分量がたまった。どこから来たかはわからないが、不思議に思って貯めておいた。あれ、これどうしたの？父親がマグカップを見て驚いたような声を上げた。時々落ちてるの。そう答えると、父親はちょっと待ってなと言って、押し入れをしばらく漁っていた。あったあった。ほら、とも子ちゃんにあげるよ。父親は黄色いバケツを手渡してきた。え、これ。うん。僕が子供の頃に使っていたブロックだよ。どうぞ。父親は笑顔を見せた。その嬉しそうな顔を前にすると、とも子さんはいらないということもできなかった。結局そのバケツを受け取って部屋に持ち帰った。部屋でバケツの蓋を開けてみると、7分目ほどまでブロックが入っていた。時々落ちているものと同じ規格だ。混ぜてしまってもいいだろうかと少しの間躊躇したが、結局落ちていたブロックもバケツに混ぜて本棚の隅に置いておくことにした。翌朝起きると、組まれたブロックが床に落ちていた。赤く長いブロックだけで立体的な十字が組まれている。とも子さんはゆっくりと本棚の方に視線を送った。黄色いバケツは昨日のまま本棚に置かれている。ブロックがいつの間にかバケツの中から出てきたのか、それとも空中から新しいブロックが現れたのか。今までは1個だったものが今回は2つ、しかも組まれている。鼓動が速くなるのが分かった。手を伸ばすのもはばかられた。どうしよう。逡巡している矢先に声がかけられた。ともちゃん、学校遅れますよ。彼女は母親の声に飛び上がると、ブロックはそのまま振り返りもせずに部屋を出た。もしかしたら自分が夜中に遊んだのを忘れているのかも。片付けるのを忘れていたものが急に出てきたのかも。学校にいる間いろいろと考えたが、どれもうまく説明がつかない。朝まで起きていればブロックが現れる瞬間を確認することもできるのだろうか。しかし毎晩ならそのように待機していることに意味もあるのかもしれないが、部屋にブロックが落ちているのは多くても週に2回くらいのことだ。そのために一晩中起きているのも無理だ。憂鬱な気持ちになったが、別段何か特に害があるわけではない。怖いかと問われれば怖さもあるが、それよりは少し気持ちが悪い方が勝る。家に帰ると、もう床にブロックは落ちていなかった。きっと母親が掃除に入った時に拾い上げてバケツの中に戻しておいたのだろう。ほっとした。それから数日は何もなかった。次は黄色と赤のブロックが3個組み合わされたもの。さらに翌日には赤いブロックが3つ同じように組み合わされたもの。何か作ろうとしているのかしら。きっと小さな子だろう。保育園くらいの多分男の子。触れたくはなかったので、ブロックはいつも放っておいたまま学校に出かけた。帰ってくるときちんと片付けられている。きっとお母さんには変な子だと思われているのだろう。部屋に作りかけのブロックを置いたまま学校に行ってしまうのだから。あれ？でもそれって。小さなトゲでも刺さったかのような違和感。普通なら娘の作りかけのブロックが床に置いてあったら勉強机の上にでも移動しておいてくれるのではないかしら。せめて「片付けたよ」と声をかけてくれるのではないかしら。とも子さんはそれ以上考えてはいけないと大きく首を振った。最近ね、この子自分の部屋で勉強しないのよ。今の方がいいって。あ、そうなんですか。ともちゃん勉強頑張ってるんだ。いとこのしょうこさんが遊びに来た時に母親はそんなことを言い出した。親の目に届くところで勉強をする方が喜ぶことは分かっている。中学受験のためには本当は塾に行った方がいいのかもしれないけれど。あれ？何か黄色いの落ちてますよ。翔子さんは立ち上がるとテーブルの下から何か拾い上げた。ブロックよね。ブロックですね。その言葉にドキッとする。なぜ今ここにブロックが落ちているのだろう。ともちゃん、これどうしたか知ってる？自分の部屋ではなくて、なぜ今のテーブルの下に落ちていたのだろう。今は夜でもない。もしかしたら、家中のいろいろな場所に出てくるのかしら。ともちゃん。あ、はい。これなんだか知ってる？保育園にもあったよね、このブロック。母親からそう言葉をかけられると同時に涙がポロポロとこぼれた。あらやだ、どうしたのこの子。母親が戸惑っている。翔子さんもどうしていいのかわからないという顔だ。そこでとも子さんは朝になるといじってもいないのにブロックが組まれているのだと打ち明けた。とも子さんの話を聞いていた二人はそのまま沈黙してしまった。その重い空気を打ち破ったのは翔子さんだった。ともちゃん、怖かったんだね。黙ったまま話を聞いた彼女はそう言って笑顔を作った。それじゃあさ、今夜はお姉ちゃんが一緒の部屋で寝てあげるよ。夕食も食べ、テレビを見ているうちに寝る時間になった。私もともちゃんと一緒の部屋で休みますから。ごめんね、ありがとう。母親は先ほどの話がショックだったのか早々に寝込んでしまった。父親はまだ会社から帰ってこない。翔子さんはマットレスを抱え、とも子さんはシーツを抱きかかえて子供部屋へと移動することにした。廊下の突き当たりを右に折れれば子供部屋、左に折れれば両親の寝室。なんでこんなに緊張するのだろう。ともちゃん、お姉ちゃんいるから大丈夫だよ。安心させようと声をかけてくれるのが嬉しかった。廊下を折れると、ドアから男の子が顔を半分出してこちらを覗いていた。二人して固まっていると、男の子は顔を引っ込めた。見た？見ました。ともちゃんはここで待ってて。祥子さんは意を決したように部屋に足を踏み入れた。壁のスイッチの音がして、蛍光灯の明かりが廊下にまで漏れてきた。祥子さんはすぐに戻ってきた。誰もいなかったよ。でも、あの男の子は何だろう。ずっとブロック遊びを繰り返していたのが、あの子なのは間違いないはずなのだけど。二人して部屋に入ると、そこには一面にブロックが落ちていた。それらを部品にして、何かもっと大きな作品を組み上げようとしたのか、それとももう完成しているのか、そこには15個ほどの中途半端に組まれた作品が並んで置かれていた。